ローラ、赤髪の友です。ポケットモンスターさん実況プレイ続きやっていきましょう。前回は艦隊シティのこのスパーク発電所研究所まで来ました。今回はその続きをやっていきます。戦闘をね、モグキンパディグダにしてディグダちゃんを育てようということにしております。あなた空間、あ、空間研究所だ。空間研究所に行くのね。で、誰でもわかるわよね、上は研究所だけだもの。なるほど。人に話をね、いろいろ聞いてみましょう。空間の研究、そういえばリングをくぐってテレポートする珍しいポケモンがいるそうですね。あれか、あの映画になったやつかな。あんまり詳しくない。あれ、いけないっすよ。こっちか、あ、ここか。あ、で、そう、前回の動画のコメント欄でまた気づいたんですけども、ヤトウモリメスしか進化しないって言いつつオスを捕まえてたっていうね、バカなことをしました。今度会ったらメスを捕まえようと思います。ご指摘ありがとう。さあ、イベント。素肌白衣。いや、ハニー。お、ハニー。お、こんな場合でもお帰りなのかな。なんだ、彼女はバーネット博士、空間研究所の所長、そして僕の奥さん。ああ、そうなんだ。奥さんなんだ。ククイさん、はい。バーネットさんですね、この人が。あなたがともね、さっきリーリエから聞いたわ。頼れるトレーナーさんだって。3ヶ月前、浜辺で倒れているリーリエを見つけたのよね。バッグの中にいたコスモッグもぐったりしていたし。ん？ハウはいないの？ハウはマイペースだからね。ハラさんみたいな大物、シマキングにだってなれるよ。そうかなぁ。来た。噂をすればなんてやらだね。ああ、本当だぞも。本当だ、ともって言われてんのかと。いらっしゃい、久しぶりね。あのさ、ともにアローラの不思議な現象を教えてあげてほしいんだ。もちろん、アローラの謎。それはウルトラホール。ほう。アローラではごくごく稀に空に穴が開くとされています。ほう。そしてその先には未知の空間があるらしいの。なぜ未知の空間があると推測されているのか。それはウルトラホールから怖いポケモンがやってきたとの伝承が残されているから。ピュー。根拠としては貧弱だけど無視できないのよね。すごい最先端機器なのかな、これ。これまでのポケモン図鑑にも別世界に関する説明はいくつか参見できるし。怖いポケモン？野生のポケモンは人を襲うこともあるでしょ。ウルトラホールからやってくるポケモンは特にすごかったそうよ。ウルトラビーストと呼ばれ恐れられ、島の守り神と激しく争ったりもしたみたいね。そうなんだ。さっきも言った通り伝承があるだけでどこまで本当か不明だけど、空間の歪みを調べてウルトラホールの謎を解ければ最高なんだけどね。ポケモンと空間の関係なら研究所の本棚にいくつか事例をまとめているわよ。ほう、それを読むってこと？話を聞いてみたり、資料を読んでみたりしようろう、だって。リリエ。3ヶ月前のことです。星雲ちゃん、コスモックについて教わろうと、バーネット博士をお尋ねしようとして、でも道に迷い、浜辺で倒れてしまったのです。夜中にもかかわらず、私の話を真剣に聞いてくださっただけでなく、旦那様のククイ博士に連絡なさって、星雲ちゃんの調査とロフトを貸すように手配してくださったのです。あ、なるほど。バーネット博士は本当のお母様のようです。いい笑顔。ハウ、勝負しようぜ。俺ね、ディグダトンネル行くよ。ポケモンが作った穴でしょ。ディグダトンネル、ここにもあるんだ。バーネット博士は以前、夢の狭間と呼ばれる空間の研究をなさっていました。ほう。数年前、モーンという方がウルトラホールについての論文を発表した。バトルビデオを使えば通信対戦を見返す他に模擬戦もできるからバトルビデオの方がすごいのです。バトルチームはボックスから6つも登録できるだけでなく、同じポケモンを別のチームにも登録できるからバトルチームの方がすごいんです。なんだなんだ。ここいーる。コイルがここにいーる。ヤドン。あ、なんだこの赤い本。この赤い本気になるね。夢と現実の狭間の世界、夢の狭間に関する資料がたくさん並んでいる。なんだろう、夢の狭間って何？ギラティナがいたところ？それは関係ない。なんか、ギラティナを捕まえに行った時、なんか異空間に飛んだような気がした。バーネット博士とククイ博士のツーショット写真ばかりで。おー、熱々。ポケモンと空間の関係なら研究所の本棚にいくつか事例をまとめている。調べたけど何にもなかったよ、今。ここか。
わあ、ドータ君の解説テキスト、別世界への穴を開けてそこから雨を降らしていた、そのため豊作の神とされる方。ギラティナの解説テキスト、常識の通用しないこの世の裏側にあると言われる破れた世界に生息する、あ、破れた世界か。パルキアの解説テスト、テキスト、空間のつながりを自在に操ることで遠くの場所や異空間に移動できる、すげえ便利。パルキア、リアルガは乗ってないんだ。よし、じゃあ先へ行こうかな。ディグダホールってなんだろう。あれ、なんか裸が待ち伏せている。とも興味深い話だったろ。ウルトラビーストがいたとしたらどんな技を使うか気になるね。さて、アーカラでの3つの試練は全て終えたんだろ。すごいぜ。次はいよいよ島クイーンライチさんとのポケモン勝負。アーカラ最大にして最後の大試練だね。行ってらっしゃい。ライチさんの家はディグダトンネルを抜けた先のコニコシティにあるから、コニコシティ。スカルダには気をつけるのよ。あ、はい、私はバーネット博士とお話ししてます。俺ね、ディグダトンネル行くよ。ポケモンが作ったんでしょ。同じこと言ってる。そうか、じゃあ行くか、ディグダトンネル。なんだ、ここでディグダ捕まえられるみたいな、そういうところかな。一回。で、ディグダ捕まえて、アーカラ島のアーカラ島の島キングに挑むみたいな感じ。クチバシティでディグダ捕まえてマチスに挑むような感じだね。お？空。あ、ああ！噂をすれば空間ができない。空に裂け目が。とも、キャプテン3人の試練をこなしたんでしょ？だったらディグダトンネルを抜けてライチさんに会うんだよね。ディグダトンネルはね、ここからだとポケセンの近く。見逃しやすいから看板を要チェックだよ。ポケモン、ポケモン！ハウ先行っちゃった。本当にマイペースだな。で、ここの上にあるモンスターボールは取ったでしょ。なんだ、噂をしたら空間が。なんて空気の読める空間。ここの家一軒ずつ入ってみるか。なんかお店っぽいな。うわ、ビル。ピカピカにしたらクリア。掃除はゲームみたいなもんよ。なるほど。あははは。受付とか。なんだろう、マンションか。ん、なんだ、いっぱい。お、アスカルダン。色違いのポケモンはおよそ4000匹に1匹。8000匹に1匹じゃなかったっけ。確率変わったのかな。なんかいっぱい人がいる。島巡りしてるんだ。終わったらおいでよ。それまで僕を忘れないでね。おーっと、クリア後のお楽しみか。そうですか、僕たちが作ったゲーム、どの色を遊びたい。赤、緑、青、黄色。あ、ポケモン？これ。赤。そうですか、赤を遊びたい君は自分の気持ちに素直ですね。え、なんだろう。素直に答えたけど。これはなんだろう。ゲームフリークスだっけ？ポケモンを作ったところって。それの間取りと同じみたいな感じなのかな。おしゃれだね。女の人だ。もっともっとゲームを開発したいから英雄補給をしなくちゃ。遊びに来てくれたあなたにも特別にあげちゃう。おー、ミックスオレありがとう。トモはミックスオレを回復ポケットにしまった。冒険頑張ってね。へえ。会社のその事務所っていうの、会社の一角にこういうスポットがある会社ってなんかおしゃれだよね。電子レンジとかなんか自販機、給水冷蔵庫とかいろいろあるの。なんか普通に給湯室みたいなの置いてあるだけじゃなくて、なんかおしゃれに配置してあるのはかっこいいね。ずっと遊んでいたゲームを作れるなんて感激です。おー、ポケモンか？チャオ、素敵な曲が完成したよ。音楽担当みたいな。ピッピ可愛いでしょ。くー、たまらん。なんだろう。僕はゲームディレクター。ポケモン図鑑が埋まっていくのって楽しいよね。図鑑が埋まったら僕に見せてね。お、結構ここはなんかやり込み要素を発表する場だったりするのかな。そうだ、いつだったかね。Google に行く機会があって、Google の中入ったらすごかったよ。すごい、なんかバーみたいな会議室みたいのがあった。すごかった、やっぱり Google は。何のマークだ、これ。お？なんだ？エーテル財団では傷つけられたポケモンの保護を行っております。あー、なるほど。エーテル財団に傷つけられた。ほう。スカルダンの悪事を止めるため、こちらも戦っていいのかしら。なるほど。スカルダンめ、面白半分でポケモンを傷つけやがる。ポケモンの幸せとは何だろう。そもそも幸せとは何だろう。僕はワイワイご飯を食べる仲間がいればいいんだけどな。なるほどね。ごきゅっきゅ。
水飲んでんのか、まだ美味しい水を欲しがるのか、 HP は回ったんだろこれなんだろう、エーテル財団っていうのは後々関わってくるのかな。エーテル財団の真下にスカルダンがいたけど。さて、じゃあ行ってみますかね。なんだっけ、ディグダホール。ポケモンセンターの手前にある、まあ、地図にマークされてるから、その、旗マークのところ行けばいいのかな。ここか。あ、ここは入れないよね。うん、入れない。トンネルマニアとしては、関東のディグダの穴とアローラのディグダトンネルは押さえておきたいポイントです。ディグダトンネルなら看板の先にあるよ。そこの先に。おー、なるほど、なるほど。これは、お、ロトム図鑑だ。フェスサークル楽しんでる。X ボタンでメニューを開いて、フェスサークルにタッチで、ね。あー、そんなのあったね。オンラインの、なんか、ちょっとした要素みたいな感じだったな。じゃ、とりあえずストーリーだけ進みたいと思います。ディグダトンネル。ディグダばっかり出んの？なんだ？お？あ、エーテル財団か。ん？友じゃないか。こっちはなかなかだね。トンネルの中じゃポケモンのディグダがてんこ盛り暴れててさ、波のトレーナーじゃ通れないよ。ほう。で、島巡りはどうなのさ。ちょいと Z クリスタルを見せてごらん。お、ともすごい。魔王の試練もこなしたんだね。こっちもそろそろだね。ディグダも落ち着いてきたし、友の実力ならトンネルだって抜けられるさ。ディグダトンネルを抜けるとコニコシティ。私のお店があるからそこで待ち合わせしようか。おお、ついに島クイーンのライチさんと勝負ができるんだね。岩タイプを使うって言ってたもんな。ここでディグダのレベルを上げないとな。どうやら君も Z の力を使うトレーナーらしいな。私の Z とどちらがより Z なのかを比べよう。お、まずはトンネルにいるトレーナー全てを倒してくるがいい。お、なるほど。その前にここにいるディグダをうちのモグキンパちゃんがやっつけられるかどうかだね。レベルはどうだろう。レベル差は19と戦う22。まあ、地ならしで効果抜群だよね。地ならしが結構威力あるんだよね。60で。なるほど。うん。まあ、地ならしでいいでしょう。相手も覚えてるんだろうな。ああ、でもいい、いい感じ、いい感じ。モグキンパ経験値。よし。あ、懐いてんのか？こっち向いて。モンスターボール。あ、炎の石。おー、いいね。これは普通にここ上がってっちゃ、あ、下も行けないか。じゃあ上がってっちゃっていいのか。ほうほう。おう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 。お？あ、エーテル財団。ふう。ライチさんの指揮のおかげでようやく一段落ね。ほ。アローラ、私たちはエーテル財団、ポケモンの方をしています。こんなにディグダが暴れたのはスカルダンの仕業らしいの。あ、スカルダンというのはポケモンやトレーナーに迷惑をかけては喜ぶろくでもない、とんでもない奴らね。ディグダが長年かけて掘ったトンネルを使っているんだよ。だからポケモンと揉めずに通らせてもらわないとね。あー、なるほどね。まだディグダもいるけれど、気をつけて通り抜けてね。おー、なんかいい人たちっぽいな。裏の顔とかなければいいけど、ポケモンにはないか。誰だ？ディグダさてと、あ、モンスターボール。あ、すごい傷薬、いいね。おっと、トレーナーか。初めてだ、ここにいるのは。あ、後ろにはジガルデキューブ。力任せでは作業はうまくいかねえ。あー、カクトタイプかな。力任せでは、いい、力こぶ。作業員のマサヒコが勝負を仕掛けてきた。手持ちは一匹。あー、相性悪そうだな。あー、やばい、ワンリキーは相性悪い。モグキンパ、いけ。いけはいいが、これはでもダメだろう。これはダメだろうな、多分。普通に一発で落ちそうだな、こっちだと。ツッツンさん。でもツッツンさんもな、等倍でダメージ受けるんだよな、これ。地球投げ、レベル分のダメージか、これ。22か。48、オッケー。22ダメージ。よし、ついばむ。一撃で。よっしゃー、強いなー。ツッツンさん強い。効果抜群だとったら多分、ここら辺のレベル帯だったら一撃で落とせそう。おー、イワンコもレベルアップ。
よっしゃ。そしてツッツンさんが出たからいっぱいお金もらえる。さあどんどんと来い。スカルダンと会っちゃった。ああ参ったぜ。どんちゃん騒ぎしてたらよ、ディグダに囲まれ袋叩きよ。わかる？袋叩き、袋で叩くことじゃないぜ。だからよ、俺らも袋叩きしたいわけ。そんな気分の俺らの前に現れるお前が悪いわけ。トモーン。お、ハウだ。誰かと遊んでるかと思えば、なんだスカルダンか。なんだとはご挨拶じゃん。こいつらまとめて締めちゃおうよ。女の子一言も喋ってね。どっちと対戦するんだ？あ、両方来るんだ。スカルダンの下っ端とスカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。悪そうな顔。カリキリを繰り出した。ほう、あとヤトウモリか。なる、お、嘘、ライバルと、ライバルと共同で戦うんだ。相変わらずピカチュウか、ライバルは。モグキンパ、これは下手なところ見せられないぞ。戦う、効果抜群、地ならし。相手、草だけど、まあいいか。ヤトウモリに打つか。あ、なに、ピカチュウにも当たっちゃうのこれ。ピカチュウにも当たっちゃうんだ。ピカチュウにも当たっちゃうか。効果抜群だだもんな。ピカチュウ落ちちゃうんじゃないか、これ。なんだよー。なんでもう一匹の方で来ないの。もしか飛行タイプ使って欲しかったけど。どうしよう。じゃあメタルクローで行くか。こっちの弱点、ま、あれかな。借り切りで行こうかな。いいえ、いいね。ま、そこそこのダメージ。よいしょ。うん。スモッグ。ピカチュウに当たらない。さっきの葉っぱカッター。葉っぱカッターは味方には当たらないの。同時にこっちに当たるくせに。カリキリ。エレキボール。そんな技覚えてんの？うちのコタちゃん覚えてないよ。メタルクロー。攻撃力上がれ。上がんないかな。よし、カリキリを倒した。モグキンパ経験値。おー、コタちゃんレベル29。ほっぺスリスリを覚えたい。なんだほっぺスリスリって忘れさせる。電気技。威力20。電気を帯びたほっぺをすりつけて攻撃。相手を麻痺状態にする。あ、電磁波プラス攻撃っていう感じ？じゃあ電磁波覚えて、忘れてもいいよね、これ。命中が90。弱い電気を浴びせることで相手を麻痺状態にする。相手を麻痺状態にする。威力100。威力20の命中100。あー、物理技になるのか。相手がなんか触ってきたら何かするみたいなやつだったらこっちも。状態異常されちゃったりもするか。どっちがいいのかな。でもダメージ与えるからな。電磁波忘れさせる。ほっぺスリスリー。ツツンさんレベル28。甘い香り。甘い香りはどうなるんだ。何かが下がる。回避率がガクッと下がる。なるほど。戦う。うわー、地ならししてー。地ならしして、泥棒、ヤトウモリ、エレキボール、いいね。やれ。おー、いいダメージ。そして泥棒。は、いいコンビネーションだね。どうだ、スカルダン。よし、モグキンちゃんレベルアップ。よしよしよし、スカルダンとの勝負に勝った。俺ら墓場に向かっちゃうよ。骨むき出しになっちゃうよ。アタイラを霧のように包み込む。やるせなさ。振り払えないけど?1400 円もらった。嘘ケララッパ進化？ツッツンさんマジか !2 段階進化。わお !3 つ目の姿だ。ケララッパ進化早いな。あ、そういう感じになるんだ。もうちょっとかっこよくしてほしかったけど、まあ、可愛らしいからいいか。ドデカ橋だって。なるほどね。ドデカ橋のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。なんか、
1段階目の進化より2段階目の進化の方がなんか別の種類になってるような感じがするけど。ドデカバシ。ビンゴー、同じページのポケモンが全部埋まったろう。なるほど、ノーマル飛行タイプ。くちばしを発熱させ戦う。その温度は100度を優に超え、疲れるだけで大やけど。あ、なるほど、だからヒートチャージとか覚えたんだ、ドデカバシ。なるほどね。くちばしの色が変わったような気がするけど。つつんさんは、私くちばしキャノンも覚えたい。くちばしキャノン忘れさせましょう。なんだなんだなんだ、技を覚えさせよう。くちばしキャノンとは、威力100、命中100、分類が物理の飛行タイプの技。最初にくちばしを加熱してから攻撃を繰り出す。加熱中に触るとやけどする。あ、やけどもさせるかもしれないみたいな感じか。ツッツンさんはツイバムの使い方をきれいに忘れ、そしてくちばしキャノンを覚えた。威力100、タイプ1だから150の威力、すごいな。ツッツンさん強くなったぞ、これかなり。閉めるなよ、袋叩きするなよ。俺ら世界征服とか目指してないのに必死になるなよ。イン踏んでるの？フリースタイルダンジョン見てこいって。友と一緒に戦ってるとさ、ポケモン安心してるから、やっぱすごいトレーナーなんだね。うん、いいものあげるね。それよりも対戦しようよ、ハウ。PP リカバーを手に入れた。PP リカバー使うとさ、一つの技の PP 回復で、それは知ってるけど、さーて、リクだと遊ぼう。全然、あれだね、今作はライバルが勝負仕掛けてこないね。ロト、ライチさんの店に向かう。まあ、ここで向かっちゃっていいのかな。さーて、リグダと遊ぼう。そうなんだ、リグダと遊んじゃうだけか。こいつら格闘技出すんだよな。鋼と地面で弱点を取れるモンスター出してほしいな。まさかず。カタカナでまさかずって書かれると、三村まさかずさんを思い出しちゃう。あ、これはレベルが高ければ先制取れそう。地ならして一発じゃないかな。レベル20、どっちか、こっちの方が早いといいけど。どうだ、よし、バシャーンバシャーンバシャーン。おお、いいね。一撃はやっぱり気持ちいい。よくやった、モグキンパ。わしのポケモンもそうだが、お主のポケモンもすごいのう。褒めてくれた。これなんだろうな、ポケモンのパワーで。やっぱ怪力系のやつ覚えるのがいいのかな。これが最後かな、このトレーナーが。穴を掘る。お、穴を掘る覚えるの？覚えてる？リグダを使ってくるってことか。作業員の長のりが勝負を仕掛けてきた。手持ちは2匹。ダンゴロ。岩タイプだったっけかな？まあ、地面技でいいよね、普通に。戦う。あ、メタルクローも、そうか。まあ、メタルクローのが威力高いよね。威力50。あー、こっちの方が高いか。地ならし、あ、こっちも高い。地ならし。おりゃ、おりゃ。耐えそうだな。おー、耐えた。効果罰、お、いいね。スライス下がった。砕ける鎧。防御が下がって、素早さがぐんと上がる。なるほど。頭突き。まあ、効かないでしょ。あ、結構減るね。今一つだけど。地ならし。よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケー。いいね。モグキンちゃん、いいよ。弱点取れれば戦えるようになってきた。お、べっとりがレベル22まで。泥バンコ。泥バンコは地面タイプだよね。そのまま言おう。あ、ちょっとなんか可愛く思えてきた、この大五郎カットとでも言うのでしょうか。地ならし。勾配になっちゃうのか。よいしょ。ちょっと強いか。こいつどんな技使ってくる？持久力。なんだ？防御力が上がる。二度蹴り。あ、やべ！やーべーよー、そんな格闘タイプの技持ってったか。じゃあ、ツッツンさん行こうかな。進化したツッツンさん。ドデカバシだって。目つきがきつくなってるけど。ドロバンコ地面タイプだね。防御が1段階上がってると。くちばしキャノン、これは、分類は物理技か。ニトロチャージは？これも物理技か。泥棒、これも物理技。なるほど。くちばしキャノンいきます。新しく覚えた。おお！ツツンさんはくちばしを加熱し始めた。あ、一旦溜めて！あ、あ、そういうことね。溜めてるときに物理技相手から食らうと、やけどさせるんだ。
で、さらに、タイプ1の威力100の技がいくと。なるほど。一回貯めるのか、これ。みーちゃんレベル31。穴があったら入りたい。穴を掘って隠れたい。穴を掘る全然使ってこなかったな。これ、もう一回話しかければ、くれるかな。穴を掘る。掘ったら埋めたくなる。そうしろと魂が叫ぶ。おー、職業病だね。これで全員倒したはず。さあ、さっきのトレーナーさんに話しかけに行こうかな。この先、いたいたいた。トンネルにいるすべてのトレーナーを倒したようだな。それでは Z の力を操るトレーナーよ。私と Z 比べをしないか ?Z の優劣を決めるのだ。それでは Z の、Z による Z のための Z 比べを行う。いいよ、始めよう。いい返事だ。だが、我が Z は波ではないぞ。Z のための Z 比べ、ここに開幕する。水木一郎さんにセリフ読んでほしかったね。おお、空手王か、これ。空手王の烈士。手持ちは一匹。あー、格闘タイプだもんね。まあ、一応、モグキンちゃんハリティヤマ。モグキンちゃん出さないとな。レベルアップさせたいし。顔出しといて、ハリティヤマか。顔出しといて、引っ込めるか。みーちゃんにしよっかな。つっつんさんにしよっかな。どうしよっかな。みーちゃんか、こたっちゃんでもいいかもしれない。こたっちゃん。そうか、こたっちゃん。こたっちゃん、新しい技覚えたし。使ってみるか、こたっちゃん。てか、いきなりこれで落とされたら怖い。うわ!そうか、Z パワー使ってくるのか。Z パワーを身にまとった。格闘のやつだよね、きっと。全力無双激烈拳か。なんだ、空手王はやらないのかよ、Z ポーズ。うわー、すごい。うわ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 。どうか、やめてごめん、こたっちゃんを人柱に、ポケ柱にしてしまった。なんだよ、それ。どうしよう、じゃあ。だ、こたっちゃんでなんか、ほっぺすりすり当てようとしたのにな。うん、モグキンパ危ないで、みーちゃん。頼れるからな、きっとみーちゃんは。まだみーちゃん、ひっかく覚えてたか。戦う。じゃあ、Z パワーなら Z パワーでお返ししよう。Z 技メラ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 。おお、みーちゃんは Z パワーを体にまとった。みーちゃんが解き放つ全力の Z 技、ダイナミックフルフレーム。これ絶対に覚えてる。 Z 技の中で一番なんか一番なんか大爆発起きてる。発見。耐えるのか、耐えるのかよ。どうしよう、耐えるんだ。格闘タイプだから。あれか。そうか、しまった。じゃあ普通にツッツンさん出しておけばよかったかな。バシーン。硬えなぁ。八景。あー、八景64章。やばい。やけどダメージ負った。このまま倒せそうかな。炎の牙。炎の牙。ひるめば儲けものだけど。動くか。まあ、これは耐える。うん、まひらせられた。相手はやけどでダメージ。状態異常対状態異常ですね。炎の牙。頑張れ、みーちゃん。あ、そっか、素早さも落ちるのか、まひられると。耐えろ。炎の牙、よし。よし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 、死闘を制した。ふぅ、空手を強いよ。おぉ、モグキンパー、レベル24。Z 比べ終了。友は賞金として、700円もらった。これ、ツッツンさんを素直に出しとけばよかったな。ごめん、みーちゃんとこたっちゃん。欲しいけどな。いやいや、大した Z だ。君の Z こそ Z 中の Z。君の Z に敬意を表して、これを進呈しよう。お、なんだろう。あ、元気の塊か。回復ポケットにしまった。私の他にも Z なトレーナーがいるはず。Z を極めんとするならば、探し挑むのも良いだろう。なるほどね。よし、出れた。で、ここが9番道路。あー、もう目的地マークが出てますね。では、次回は、ライチの試練、大試練に挑みたいと思います。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。
そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。